こんばんは、番組 MC の佐藤拓也です。こんばんは、佐藤恵美です。ホーリーホックアイ第9回の配信です。この番組はいわきら TV がお送りするサッカー J2 水戸ホーリーホックの応援番組です。毎回多彩なゲストをお迎えしてお送りします。さて拓也さん、はい、7月の連戦は無敗で乗り切りました。無敗、6試合無敗で、はい、素晴らしい、素晴らしいですね。前節横浜FC戦、11年ぶりに、はい、あのアウェー三沢で勝利して帰ってきてくれて、いや実に頼もしい試合を見せてくれたなと思います。そうですね、はい、本当にあのスタジアムいい思い出がなかったんですけども。そうなんですよ、あのサポーターの応援がすごかったですよね。すごかったですね。その、はい、選手たちも言ってたんですけど、あのホームのような雰囲気を出してくれたと。横浜市サポーター、ゴール裏のサポーターよりも水戸サポーターの方が多かったですから、やっぱりそれを見て選手たちが発奮できたところはあったと思いますね。はい、まあ、前半はちょっといい内容じゃなかったんですけど、まあ、本間選手の好セーブもあり、無失点で切り抜け、後半ね、2得点馬場選手、三島選手が素晴らしいゴールを決めて勝ってくれました、はい、それもやっぱりサポーターの力あってこそだと思うんで ね、はい、そうです ね、次の金沢戦も熱い応援を、ね、期待したいと思います。はい、ね、はい、うん、そして今日また素晴らしいゲストがいらっしゃっているということで、はい、そうなんです、はいはい、紹介をお願いします。はい、ご紹介します。ブックエース代表取締役社長の奥野幸作さんです。どうぞ。こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。まあ素敵なテーマです。ありがとうございます。そうです、限定 あのどこにも売ってない限定の T シャツになります。非売品なんですね。非売品です、うん、これを持ってるのは私と、はい、あとは沼田社長、うん、宇宙真央さん、はい、名付けのをつけてくださった方とぐらいです、うん、あ、じゃあ商品です、ね、商品です、しかもあのここにもあのバッジもついてますね。これは、はい、あの社員限定のバッジになります。これも非売品。なるほど、かわいい、はい、よく見るとこれホーリーホックじゃないんですよ、ホーリーブックエース。あー、ちょっとあの後ろを向かせていただきます。あ、すごい、はい、このロゴも、ね、沼社長に許可をいただいてですね、ーホーリーホックがホーリーブックになって、その下にブックエースと書いてある、あ、はい、凝った T シャツを作らさせていただきました。いいですね、素敵ですね、素敵ですね、かっこかわいい感じで本気で応援するため 、はい、本気度も伝わってきましたね。でこのホーリーブック大作戦について今日いろいろお話を伺いさせていただければと思います、はいはい、どうぞよろしくお願いします。奥野幸作さん、44歳、京都市出身。株式会社ブックエース代表取締役社長として茨城県内外に31店舗の書店を経営しています。どんな時代の中でも変わらない感動、喜び、楽しさといった心と創造性を大切にし、地域に密着した書店作りをしており、現在は水戸ホーリーホックとのコラボ企画ホーリーブック大作戦を展開中です。最近スタジアムでもこの奥野さんはじめ、うん、ブックエースのスタッフの皆さんがチラシ等を配って、ね、はい、いる姿をすごくよく見かけるんですが、はい、ありがとうございます、まあね、このホーリーブック大作戦かなりこう盛り上がってるなと思うんですが、うん、まあ、簡単にこう説明していただければと思います。はい、わ、はいはい、かりました。きっかけはまあ去年ですね、はい、初めて私も水戸に住んで3年半ぐらいですけど、初めてお恥ずかしながら水戸の試合を見に行かせていただきました、うんうん、はい、でその時に、まあスタジアムのところでですね、沼田社長が非常にテント設営とか T シャツを売ったりですね、あの八面六臂の大活躍をされてたという姿に感動したのと、あとやっぱりこう試合を見させていただいて、まあ、地元にですねプロサッカーチームがある、それを皆さんで応援しながら一体になれるっていう環境が、本当にこう車で10分15分行くだけでそういう環境があるっていうのは素晴らしい環境だなと思いまして、はい、ぜひ沼社長に応援させてほしいということで、その場で申し込みを、その場で、その場ですごい申し込みをしてアポイントを取らさせていただきました、はい、で、その後ですね、お会いした時に沼社長からあのどういうことを手伝ってほしいですかっていうお話をしたところ、はい、ファン層がやはりもっと必要だと、ファンの拡大が必要だから手伝ってほしいというふうなお話になりまして、はい、うちのですね書店はあの水戸市内に展開をしてまして、月間のお客様の利用者数が22万人です。水戸の人口が27万人ですので、ほとんどのお客様がうちのお店をご利用いただいているということですので、ぜひその客数を利用してですね、ホーリーホックの試合を見ていただくと
というふうなそのアピールをしてホーリーホックに関心を持っていただくというようなことから始めたというのが今回の始まりでございます。なるほど。じゃあその試合を見た時にやっぱりこう応援しなきゃみたいな。そうですね、はい、やっぱり素晴らしい楽しい空間でした。本当にあの食べ物のグルメのお店もですねたくさん出て、うんうん、他、他チームのを見に行ったことがあるんですけど、はい、そこまでやっぱ楽しいと思わなかったんですけど、はい、水戸の環境は全然違いました。なるほど、はい。そのまあ、それまでもメディアスポンサーということで関わってたと思うんですけど、はい、やっぱりそれまた一歩踏み込んでというか、やっぱ地域のためにというところですよね。はい、あの見に行ったのがやっぱり沼津さん の、 あの行動が、はい、あの僕の心を震わせたという感じです。ね、社長がそこまでやってるクラブなんてなかなかないですからね、はい、そうですね。なるほど。そういうやっぱり汗をかいてる姿が人を、ね、こう引きつけるんですよね、はいはい。さてそんな現在大人気のホーリーブック大作戦なんですけれども、7月22日のホーム戦ジェフユナイテッド千葉戦ではイベントが開かれたということなんですね。いばきら TV がリポートしてきました。いばきらホーリーホックリポートです。いばきらホーリーホックリポート。水戸ホーリーホックとブックエース川俣書店のコラボレーション企画ホーリーブック大作戦。シーズン中にブックエース川俣書店で文庫本を買うと全部で9種類の水戸ホーリーホックオリジナルブックカバーをもらうことができます。7月22日ジェフユナイテッド千葉戦。この日は7月のブックカバーを飾っている宇宙真央さんとホーリーくんがライブとサイン会でホーリーブック大作戦をアピールしました。無限の力見せてやれ、絶対諦めないぞ。流した涙の湖の青は美しい。ライブ後もサインを求めるファンの皆さんの行列で会場はにぎわいを見せました。日程が合えば毎回来てくる。彼女は愛媛に行きました。こう群馬一緒に行ってその時勝ったのですごく良かったですね。はい、そうテーマソングを歌ってくれているので、うん、そうですね。はい、ホーリーホック応援してくれるっていうことですごく注目して聞くようになりました。小説を買ってこの文庫本サイズ です、はい、いただきました。そうですね、ホームは極力来れるようにしています。はい、真央ちゃんとホーリー君に無事いただきました。ちなみに何の本を買われたんですか。はい、はちょっとね、差し支えなければ、宇宙の本で、特に宇宙に興味があるというか、あのネタでかぶせてきたという感じですかね。ブックエースはそうですね、日立の方なんですけども、相川店のに、まあ、時々で買い物してます。地元と密接につながる水戸ホーリーホック、皆さんもぜひホーリーブックカバーを集めてみてください。本間選手と目が合った。イエーイ、どうもありがとう。ねえ、僕も集めてますよ。ありがとうございます。宇宙真央ちゃんすごく良くて、ねえ、もらってラッキーみたいな感じでした。はい、ありがとうございます。あのカバーなどはどんなものなんでしょうか、はい、ちょっと詳しくお聞かせいただけますか。はい、じゃあ作戦をちょっと説明をさせていただきます。はい、フリップを持ってまいりました。わー、すごい、すみません、大きいフリップでございますが、はい、ホーリーブック大作戦ということで、はい、こっちの方ですかね。はい、4つですね、作戦がございます。はい、まず1つが、先ほどありましたオリジナルのブックカバープレゼントということで、これ、毎月1日に新しいのが出ますので、それをプレゼントするっていうのが一つです。はい、で作戦の2つ目が、そのブックカバーをですね、
9種類出るんですが、はい、その9種類を全部集めていただくと最終戦ですね、11月14日のホームゲームで大抽選会に参加ができます。9種類集めると、はい、これが2つ目、うん、で作戦の3つ目がですね、そのカバーに登場した選手の握手会とサイン会に参加できるというものでございます。先ほどの真央ちゃんは7月のブックカバーでしたので、うん、真央ちゃんのサイン会があったと、はいはい、というような流れでございます。なるほど、はい、で作戦4がですね、試合の勝つとですね、うん、翌日が勝った日は翌日が、うちのお店、Tポイントが2倍になると、ポイントが2倍になる、この4つこの作戦をホリブック大作戦と名付けてやっております。なるほど、はい、すごく質高いですね、ブックカバーのデザイン、そうですね、先ほど の, あの真央ちゃんのブックカバー、はい、今までにあのブックカバーはこれだけの種類が3月から7月までということで、はい、これだけの種類があの出ております。うん、3月の始まりの時は今年のシーズンのですね、全選手のものが載ったもの、はい、で、4月がフォワードの方、5月がミッドフィルダーとかですね、なって、7月に関しては、先ほどありましたあの宇宙真央ちゃんですね、はい、がこちらがカバーになっているということでございます。うん、この味噌がですね、はい、ちょっとこの宇宙真央ちゃんのやつで説明をさせていただきますが、はいはい、ここに500円の割引券がついていると。このブックカバーで、あのまあホーリーホックにですね、普段見に行かないというような方もこのカバーをつけてもらうと、うん、あ、なんでこれをカバーつけるんだろうって、うん、いやホーリーホックを応援してますと、うん、ぜひここに割引券がついているので見に行ってくださいというふうに PR ができるということで、このカバーをに500円の割引券をつけて、うん、はい、ファン層を増やそうと、うん、はい、ということで取り組んでおります。はいはい、ね、あ、じゃあもう明日から8月1日からまた新しいのが、はい、これがまたびっくり、はい、素晴らしいカバーが、ここであの 初披露でございます。これはですね、ガールズ&パンツァー、ガルパンさんとホリーホックさんがコラボをされてますので、はい、ぜひ、うちもコラボをさせてほしいということでお願いをしたところですね、はい、このガルパンさんの、ブックカバーができることになりました。はい、これすごい、全員集合です。人数全員集合、全員ホーリーホックのユニフォーム着てますね。ユニフォーム着られてます。でこれのホーリーホックのカバーが、明日から8月1日から、当店で購入をいただけるですね、はい、ともらえると。これはガルパンファンもこれを求めに来ます ね、 間違いないですね。ガルパンの方もホーリーホックに興味を持っていただいて、でこれをきっかけに見ると、はい、試合を見に行ってもらうというふうにこう興味を持ってもらうきっかけになればいいなというふうに思っています。そうですね、いやこれはすごいっすわ。隠し玉です。隠し玉来ましたね。すごいアイディアですよ ね、 すね。例えばその T ポイント2倍とかってやっぱりサポーターの人は嬉しいですけど、うん、サポーターじゃない方も行けば2倍になるわけですよ ね、 そうですね。なんで2倍なのっていう話になったら、ホーリーホックが勝ったからですよって言われれば、ホーリーホック、じゃあ私も応援しようみたいな。そうなんです。その勝った日はですね、実はあのスタッフはホーリーホックの T シャツ、ブルーミー T シャツを着ておりますので、はい、で今日2番なんですっていうふうに言うと、なんでってホーリーホックが勝ったからっていうふうなことなんですけど、最近はですね、はい、勝ち続けてますので、はい、定着してきまして、はい、あのお客さんの間の中で、今日昨日ホーリーホック買ったから2倍なんだよという会話が売り場で聞こえてくるぐらい、すごい、はい、じゃあ実際そういう効果は出てるということですか。効果はこれがまた出てます。非常にあの出ておりまして、売り上げもですね、はい、あのホーリーホックが勝つとポイント2倍になる日の売り上げは、はい、他の地区の店舗と、茨城県の他の地区の店舗と比べましても、はい、売上げで10ポイントぐらい前年がいいということで、非常にホーリーホックが勝つとお客さんも嬉しいし、うん、私も嬉しい、うん、みんながこ う、 う、 うハッピーになれるような、はい、そういう関係になれてます、ね、今素晴らしいですね、はい、絶好調です、ね、はい、でもそのホーリーホックの試合結果を気にしてくれるっていうのもまた一つね、そうですね、チームとしても、はいはい、勝ったから行こうとか、はい、負けても来てほしいんですけど、はい、勝ったから行こうというふうに思ってもらえれば、ね、嬉しいと思います。なぜそこまでするのかが僕はすごく気になるところなんですいやそうですね、やはり地元でやっぱりこうあの地元がこ の、 あのホーリーホックさんと共に盛り上がればいいなというふうに思っています。でやっぱり
水戸の誇り、まあ、地元の誇りだとホーリーホックさんのことを思ってますので、うん、それが盛り上がることによって、今水戸の市も全体が盛り上がっていけるようになるんじゃないかなというふうに思ってますので、みんなが一緒になれる、まあ、一つのきっかけ、うん、そのきっかけがもうホーリーホック以外にはなかなか見当たらないなというふうに思ってますので、うんうんうん、ホーリーホックを通じて町が盛り上がったらいいなというふうに思ってます。はあ、やっぱり地域というものをやっぱ大切にされているということですね。そうですね、うん、さらにこの、うん、はい、もう一ついいですか。はい、どうぞ。佐藤さん、なんですか、まだあるんですかまだあるんです。この、 ホーリーブックのですね、ブックカバーを集めていただいたところ、はい、最終戦で先ほど抽選会があるというふうに申しました、はい、その、抽選のですね、景品が、出揃いました。あ、合計40名様にですね、はい、プレゼントをさせていただくようなこの景品です。今日初公開なります。例えば1番見ていただきますと、来シーズン2016年シーズンのサンクスマッチオーナー券です。個人様のお名前が冠に入って、はい、公式戦が行われるというのが1番です。2番はですね、全選手のレプリカ、サイン入りレプリカユニフォーム、これはですね、私だったら奥のというのを後ろに入れていただいて入れまして、その上で全選手のサインが入るということのユニフォームが2名様にもらえるとかですね、あとはまあ公式球とかいろいろとあるんですけど、この7番のですね、2015年 シーズンフェアプレイフラッグ、はい、皆さん試合の時にサインをするでっかいフラッグですね、あれがもらえたりしますし、8番最後ですね、これホーリーホックの全選手と記念撮影、真ん中に入っていただいて、記念撮影ができるのが5名。あの集合写真の真ん中に入れるってことですか。すごい。これはすごい。40名。もうこれはどこにもないような経験をしていただくということで、沼津社長にもやりすぎだと怒られましたが、渋々でも、渋々ご了解いただいて、昨日打ち合わせをして、はい、けんけんがくがくやってまいりましたので、はい、これが決まりましたので、ぜひ。これをきっかけにですね、ホーリーホック、ホーリーブックカバーですね、うん、ぜひ集めていただきたいなというふうに思ってます。まだ前のやつも集められるんです。あ、そうなんですか。前のやつもですね、川俣書店の県庁店とエクセル店に行っていただきますと、前のカバーも置いてますので、4月のやつが欲しいとか3月のやつが欲しいと言っていただけましたら、今からでも集めて、じゃあまだ間に合いますという。これはいいですね。あと一番下に外れた方にも何かプレゼントっていう、佐藤さんよく見てますね、はい、これがですね、最終戦の抽選会で、外れた方集めていただいて、惜しくも外れた方にはですね、その最終戦で、記念写真をホーリーホックの選手とサポーターの方と、うん、いつもありがとうポスターになってるかと思うんですが、はい、その写真をですね、ブックカバーにします。わで、外れた方にもその抽選券引き換え券を差し上げて、はい、うちの店に来ていただきますと、はい、そのありがとうのですね、うん、ブックカバーがもらえるということで、皆さん集めていただいた方にもありがとうということで、最後ブックカバーをプレゼントするという企画になります。いや、それはすごいですね。嬉しいですよね。嬉しいです。これを集めなきゃですね。そうですね、はい、まだ間に合いますから、まだ間に合います、ぜひ、はい、皆さん足を運んでいただきたいと思います、うん、はい、はい、さて、前節でも素晴らしい勝利を挙げて期待の高まる水戸ホーリーホックなんですけれども、次節はシーズン前半好調を走り、現在も上位にいるゼーゲン金沢との対戦です。選手たちはどのように挑んでいくんでしょうか。試合直前練習リポートです。それでは新里亮選手にお話を伺っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。7月は無敗で、まあ、連戦もありましたけれども終えました。手応えなどはいかがですか。負けないしぶとさみたいなのは徐々に出てきたかなとは思いますけど、まだ勝ちきれてない試合が多いので、そこはまたこの次への課題かなとは思います。個人としてのパフォーマンスという意味ではいかがでしょうか。7月は試合多かったですけど、単純なミスだったり、最初ファーストプレーだったり、そういうところでこううまくリズム乗れずに、まあ、あまりいいパフォーマンスじゃない試合もあったので、もうちょっとこう安定して
自分のいいパフォーマンスが出せるように弱していきたいなと思います。まあ、ただあのチームの中では新里選手と岩尾選手がフル出場を唯一しているということですけれども、そのあたりはどうでしょうか。出してもらっているのはありがたいですけど、まあ、出てるだけじゃまだまだダメなんで、個人的には今シーズンセットプレーの得点とかも課題にしているので、そういうところでももうちょっとチームの勝利に貢献したいなとは思います。あの新里選手がヘディングで決めたあのゴールが今シーズンあったと思うんですけども、すごい滞空時間でしたよね。三島っぽかったよって言われたんでなかなか長かったんじゃないかなと思います。そこはやっぱり三島選手のジャンプの仕方とかっていうのは参考にしたりしますか。セットプレーだと横からのボールになるので、普段センターバックで競るときは前からなので、まあ、ミシの飛び方だったりそういうところ、まあ、いろんな選手見てこう勉強しました。サポーターの方に向けて一言お願いします。はい、8月はまだ負けなしでいけれるようにチーム全員で戦うので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。新里選手でした。ありがとうございました。それでは船谷圭介選手にお話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。7月は無敗で、まあ、終えたわけですけれども、チームとしての手応えはいかがでしょうか。まあ、やりたいことがやれてる時間帯っていうのは、まあ、自分たちでも自信持ってやれる部分だと思います。はい、やっぱ僕らは練習で 100% やっていかないと試合でそれ以上のものを出せないと思うんで、やっぱり一人一人みんなが練習から取り組んでいってるのができてるのかなとは思います。はい、船谷選手はチーム始動の時はボランチで、それからサイドハーフだったりそのトップ下のようなポジションだったり、いろんなこう位置でプレーをすることが多かったと思うんですけれども、そういったところでのこうご自身の工夫というのは意識していたところはありますか。まあ、どこやっても、まあ、そんな変わったことできないんで、今まで通りのことをやるだけなんで、まあ、そんなに特別何かをってことはないですかね。次は金沢との試合ということですけれども、まあ、一回ちょっと連戦を終えて、ここからまたこう緩んでしまわないというためにどんなことを心がけたいですか。そうですね、まあ、まずは前回負けてる相手っていうのをもう一回思い出して、まあ、連戦明けて7月負けてなくて、確かにちょっとホッとするというか、気持ち的にも一回落ち着いちゃう時かもしれないですけど、そういう時こそ、まあ、全員がもう一回引き締めてやれるように、まあ、練習からですね、それも、はい、やっていきたいと思います。まあ、ホームでまたねやれるというのも一つ連勝に向けてアドバンテージかと思うんですが。そうですね、今年連勝してないんで、はい、したいですね。最後にサポーターの皆さんにメッセージお願いします。はい、本当に選手の中でも横浜FC戦のサポーターの多さにびっくりしてて、やっぱり後押しになってるし、ホームでは特にそれが力に変わってみんな走れてると思うんで、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。船谷圭介選手でした。はね、はい、まあ、前節ちょっとミスからピンチ招いたんで、うん、もう一回気を引き締め直して臨んでくれるんじゃないかなと思いますね。はい、はい、まあ、拓也さん、はい、今回のツェーゲン金沢なんですけれども、はい、まあ、前期は、ね、悔しい思いをさせられました。そうですね、うん、はい、もう終了間際の失点 で、うん、でそこからちょっとチーム調子崩して、はい、まあ、8試合勝ちなしになって、うん、まあ、橋谷監督も解任になってしまったということなんでね、はい、今回リベンジしたい一戦、うん、ですが、まあ、本当ツェーゲン金沢今年 J2 に上がってきたチームとは思えないぐらい調子良くて、うん、まあ、その調子の好調の要因はやっぱり硬さ、守備の硬さだと思うんですね。はい、で今5位で10勝11分け5敗なんですけど、うん、まあ、大宮5敗っていうのは首位の大宮に次ぐ負けの少なさなんですね。とにかく負けない、硬い、で失点も2番目に少ない21失点、うんうん、そのチームから得点を取るというのは簡単じゃないんで、うん、そうですね、まあ、そこが本当ポイントになるんじゃないかなと。あとセットプレーもすごく強いチームで、あー、まあ、全32
2得点中、はい、まあ、PK も合わせると19点がセットプレーから取っているんで、やっぱりこう不用意なファウルを、ね、しないってことがすごく重要になってくるんじゃないかなと思いますね、はいはい。まあ、その中で僕が考えたポイントなんですが、はいはい、お願いします。まず1点はこちらになります、はい、バランス、で、まあ、あの7月6試合、負けなしできたんですけど、まあ、この6試合って、まあ、どちらかというと相手が結構攻めてきてくれるチームで、はい、まあ、水戸のこの守備からリズムをつかむというサッカーがやりやすかったんですね、うんうん。ただこの、まあ、金沢戦もそうですし、次の、徳島、その後さぬきも含めて、はい、これから結構守備的というか守備をしてくるチームが、うん、続くので、はい、まあ、その中でボールを持つ時間が長くなるだろうと、うん、まあ、監督もおっしゃってたんですけど、まあ、その中でバランスをいかに取りながら、ね、うん、サッカーできるか、もうワンランク上に行くためにの、なんていうんですかね、こう分水嶺というか、うん、まあ、ここポイントになるんじゃないかなと思ってます。なのでこの攻守のバランス、攻めながらもやっぱ守備のことを、カウンターのバランスだったり、うん、カウンターのケアというのを常に考えながら展開できるかどうかというのはポイントになってくるんじゃないかなと思います、うん、はい。そしてもう一点なんですけど、はい、じゃんと引き締め直す、うん、まあ、7月6試合3連戦が2度続いて、はい、もうなんていうんですかね、緊張感にずっと包まれてたと思うんですね、うん。でそこで一回こう連戦が終わってちょっと緩んだところがあると思うんですけど、まあ、そこをもう一回引き締め直して臨まなきゃいけないと、まあ、今日あの監督とも話をしてたんですけど、はい、やっぱこう緩んでしまうのが怖いということをおっしゃられてて、でやっぱりこのチームまだそんなメンタル強いわけでもないからないし、まあ、こう一回こう、ね、緩くなってからこうやってもう一回引き締め直すのがすごくまだ弱いチームだということをおっしゃってたので、まあ、そこをね、かなり意識してやっていただきたいなと。で練習の中で今日多分エミちゃんも見てたと思うんですけど、はい、まあ、主力組の選手同士が接触してちょっと怪我しちゃうシーンもあって、はい、まあね、大丈夫そうなんですけど、でも監督曰くやっぱそういう意識が大事なんだと、うん、もう練習からそのぐらいガツガツやんなきゃいけないと、うん、でやっぱりこう監督が求めるのは、セレッソ大阪戦に挑む時の雰囲気だと、いうことをおっしゃられてて、はい、やはりそこを基準にしていきたいと、うんうん、いうことだったので、まあ、本当ここの1週間、選手たちあの試合に挑むメンタルでこの試合に臨めるかなっていうのが、ね、うん、すごく注目したいところだと思います、ね、なるほど。すごくシビアに戦ってもらいたいなと、はい、逆にここを8月乗り越えれば上位が見えてくるんで、そうですね、うん、はい、重要なそのね、うん、重要な一戦、うん、最初の一戦になるんじゃないかなと思います、はい。ぜひ練習をしてもらいたいと思います。はい、以上です、はい。ホーリーホック愛、それでは今週の水戸ホーリーホックのホームゲームのお知らせをいたします。水泳園金沢との対戦はケーズ電機スタジアム水戸にて8月1日土曜日18時にキックオフです。当日は水戸市の日といたしまして、水戸市に在住在学の皆様を無料でご招待します。またスタジアムでは金沢、岡山とのコラボレーションアラウンドザ日本3名園ブースやビアスタジアム2015というお祭りイベントも企画されています。こちらも合わせてお楽しみください。盛りだくさんです ね、 ね、水戸市の日ですから、はい、たくさん ね、 そうですね、水戸市民がいらっしゃるんじゃないですかね、集まっていただきたいですね、はい、はい。ということで奥野さん、はい、今日はいかがでしたでしょうか。 ありがとうございます。まだまだホーリーホックと一緒で、うん、ホーリーブック大作戦も盛り上がっていきます、はい。実はこれ以外にもファイナルミッションというのがまだありますので、まだあるんですね、まだ出てきますのでこれでもすごいね、お楽しみいただければというふうに思いますので、はい、私も1日応援に行きます、はい、本当ですか、はい、楽しみにしています。よろしくお願いします、はい、ぜひ沼田社長を慌てさせてくださいわかりました、はい、はい。ということで今回も練習リポートに登場してくれた2人の選手のサイン色紙を2名様にプレゼントいたします。詳細はイバキラ TV ホームページまでお願いします。本当今日はありがとうございました。ありがとうございました、ね、1日みんなで応援しましょう、はい、ね、やります、ね、いいね、から連勝街道いきます、はい、そうですね、ね、はい、はい。それでは8月1日水泳園金沢戦スタジアムでお会いしましょう。さよなら、さよなら。